知らせたり、まあ、出っ張りがいろいろあります。でそういったかこのデザインを利用した全く同じ音とか音の衝動の演奏にするんですね。でそれが学校の校舎とシンクロしていきます。でそれで映像が動くと本当に建物が動いてみたりですね、全然違う校舎が見えたりすると思います。こうした、実際あるものと映像というものがシンクロして、現れる面白い世界、面白い表現をプロジェクションマッピングと言っています。なるほど、普通にスクリーンに投影するような形がこの凹凸を利用した映像、はい、そういったですね、ちょっとこう難しいテクニックを、はい、使っております。今日はですね、まあ、審査員の方に、このグランプリ、このグランプリを決めていただくんですが、3つのポイントで、審査をしていただきます。まず、はい、まず1つはですね、まあ、映像表現としての、技術力です。それから、マッピングのテクニック、マップが、実際この建物の形をどう利用して、デザインしているかということですね。で最後に、クオリティ、完成度、完成度、今ですね、そのテクニック、テクニックとですね、オリジナリティ、それから、クオリティ、この3つのポイントで、審査していきます。なるほど、はい、皆さんもですね、その辺のポイントを、一緒にご覧いただけたらと、思いますので、よろしくお願いします。各賞の説明をお願いします。はい、賞はですね、3つ今年が、グランプリ、それから、準グランプリ、準グランプリ、そして、審査員特別賞、はい、今年は特別賞がないですよね。はい、僕はですね、お客さんの皆さんからは、あ、私これが好きっていう、ものをですね、賞として、作りたかったんですが、今年はですね、さすがにこう大勢の皆さんで、まあ、今1回目、2回目もあって、まあ、明日も明後日も約1000人ずつのお客さんがいらっしゃるということで、ちょっとですね、この回転の中で、審査が難しいということで、その分、大きな拍手、その拍手が大きく大きいほど、賞の審査員の方にプッシュになってますですね。はい、ですので、皆さんですね、あ、この作品見たら、好きだな、感動したと思ったら、思いっきり拍手したり、どんどんこう、声を上げて、アピールを、ね、していただくとですね、審査員の方々の、心も動くと思います。応援している作品とかあればですね、思いっきりこう拍手をしたり、はい、はい、ぜひ皆さん、会場に一回皆さん応援したいと思います。では、一番ありがとうございました。さて、一緒にご説明していただきましたところで、審査員の席を戻りください。さあ、このコンペグランプリはなんとこの賞が用意されているんですね。今回この賞も、スポンサーをしていただきます、リボー株式会社さんから WX4240N という最新型のプロジェクターが授与されます。グランプリ作品です。素晴らしい、はい、さらに準グランプリには同じくリボー株式会社さんから本格コンパクトデジタルカメラ GR が授与されます。これは私も欲しい、はい、